2月16日、横浜市の青葉区役所1階区民ホールで青葉マルシェが開催されました。地元の農産物の魅力を広めようと、毎月第3木曜日に開催されている地産地消推進イベントです。区内で採れた野菜や地元の食材を使った加工品などを生産者が直接販売しています。毎月さまざまなお店が出店するのが青葉マルシェの特徴です。この日は青葉区鴨下町で採れた小麦を使った商品を販売する青葉小麦プロジェクトや、桐蔭横浜大学の学生サークルによる焼き芋のお店など、5つの団体が出店しました。こちらのお店では東市川小学校の6年生が地域の企業と協力して開発したゼリーやオリジナルのハンコを販売していました。ヒガロクゼリーというゼリーを桜工房さんと一緒に開発させてもらいました。売ってみてめっちゃ思ったよりも楽しかったですね。開発のところから売るところがちょっとレシート取ったり仕入れが大変だったんですけど、ちょっと売るときに結構売れたんで楽しかったです。今日ねマイナンバーポイントをつける目的で来たんですけども、とってもいいもの見つかりました。布巾皆さんきれいにされてるので記念に青葉マルシェ、次回の開催は3月16日。春野菜の直売などが行われる予定です。